よし、行こうぜ。どうしたイクス、早く構えろよ。マーク、一体どうして、なんでこんな風に戦う必要があるんだよ。俺とお前は敵同士、ずっとそうだったろ。だったらどうしてこの間は一緒に戦ってくれたの。ただ気まぐれに道が重なっただけだ。深い理由なんかないぞ。構えねえならそれでもいいぞ。そのまま死にな。そういうわけにはいかない。俺はこの世界を救ってみせるって誓ったんだ。あんたを倒してこの先へ進んでみせる。私もイクスの進む道を信じてる。俺もあの人たちみたいな強さが欲しい。そうならなきゃいけないんだ。さあ行くわよ。マジンケ ずいぶん生意気になったもんだな、イクス。俺はあんたを倒してみせる。私たちは負けない。はあ？だがまだ焦る。ここだ。聞こえてる？ああ、聞こえてるよ。どうかした？積み荷、それで最後だよ。気をつけてね。急にぼーっとするからびっくりしたよ。ごめんな。ちょっと考え事をしてたんだ。なんでもないよ。よいしょっと。
で全部か。手伝ってくれてありがとな、ミリーナ。遠くの海への漁は初めてだから、どうも勝手がわからなくて。一人だったら時間通りに終わらなかったよ。ううん、全然。帰ってくるのは4日後だっけ？ああ、4日で帰って来られればいいな。みんなは何度も行ったことあるって言うけど、どんなトラブルがあるかわからないもんな。まずはやっぱり天候か。大雨、嵐はずっと警戒しておくとして、逆に日照りにも注意しないと。水を多く積みたいけど、化石祭は船の転覆につながる。そこをクラーケンにでも襲われたら全滅だ。クラーケン対策は何か用意していたっけ？そうだ、図鑑を持っていこう。生態を知れば対策が立てられる。やっぱり遠くの海は危ないな。こんなにたくさんの危険が思いつく。慎重に漁に出ないと。イクスったら相変わらず心配性なんだから。でも大丈夫だよ、イクスがそれだけ考えて準備してるんだもの。自信持っていいんだよね。頑張って。ミリーナ、もう子供じゃないんだぜ。手とか繋がなくていいよ。ごめんごめん、イクスが不安がってるとつい応援したくなっちゃうの。それに4日も会えないと寂しいし。4日なんてすぐだろ。心配だな、ついていけたらいいのに。何の訓練もせずに乗るなんて、それこそ何が起こるかわからないからダメだよ。それにミリーナは鏡師の修行もあるだろ。そうだよね、残念。あ、だったらちょうどこの間習った術があるの。術？なんだそれ。具現化の術よ。鏡師にしかできない秘術。まだ小さいものしかできないけど。はじめまして、イクス様。私、ミリーナ様の強制のカーリャだよ。あ、ああ。ねえカーリャ、私の代わりにイクスについていってくれないかな。ミリーナ様、カーリャはミリーナ様から離れすぎると力が出なくなっちゃうんだよ。そっか、そうだよね。すごいなミリーナ、こんなこともできるようになったのか。イクスだってもう遠出に連れてってもらえるようになったなんてすごいじゃない。頑張ってる証拠だよ。お互い順調だね。そうだな、やっぱり俺はこっちの方が合ってるんだろうな。さて、それじゃあ一度家に戻ろうかな。図鑑取ってこなきゃ。それじゃあカーリャも一旦さよなら。またいつでも気軽にお呼び出しを。バーイ。なんだか騒がしいやつだな。元気な子なのよ。の、なんだ今の音。
私の砂嵐が希望を打ち砕いてしまった。でも今の私にはあなたが残してくれた力がある。希望はまた生み出せるの。そんな顔しないで。分かっているの。あなたが真実を知ったらきっと軽蔑される。それでも、そう、たとえ軽蔑されて蔑まれても、私はあなたの瞳に光を灯しておきたい。その瞳に映る私が、どれほど汚れて卑しい姿になったとしても、私にとっては、あなたがここにいるということが大事なのよ。呆れているわね。二度目ですものね。でも同じ思いを三度味わうのは怖いわ。心が折れてくじけてしまいそうだから。本当は今まで通りにしていてほしかったの。でももうそんな余力はないわ。次に死の砂嵐が迫ってきたら、私たちは間違いなく光る砂になって国土へ消えていくでしょう。あなたにすがるしかないの。だからね、私は全力でここを守るわ。だからあなたはあなた自身を守って。今度はうまくいく。たくさんの力が、いえ、命があなたを導いてくれるから。そして全てが終わったら、あとは私に任せてちょうだい。必ずこの力で計画を遂行してみせるわ。何度も何度も頭の中で手順を繰り返したの。いつでもその準備はできている。覚悟を。ミレルは少しだけ残るかもしれないわね。それでも大丈夫。私は昔の私じゃない。あなたも知らないところでたくさんの命を食らって、骨の髄まで血にまみれた悪魔よ。悪魔は悪魔らしく派手に散るのがふさわしい。だからお願いね。世界を救って。そいつも命はあるみたいだな。おいおい、大丈夫か。ミリーナ、お前が抱えてた女のことだな。そっちも無事だよ。さっき同じように目を開けてイクスってそのまま寝ちまったよ。よかった。しゃべれるなら自分たちに何があったかわかるか。わからない。お前らオーデンセから流れてきたんじゃねえかって思うんだが。オーデンセは俺たちのだよ。遠くだったけど救世軍の船の上から見えたよ。オーデンセに火の玉が降るのかな。それで
でもな、海に漂ってたお前らをマークさんが引き上げてくれたんだ。マークさん。ああ、お前たちを助けるために荒波の中に飛び込んでくれたんだぜ。ありがとう。眠ってろよ。よし、もう大丈夫だ。動けるようになったな。マークさんのおかげだよね。あの人が回復するまで介抱をって言ってくれたんだって。ああ、できれば直接お礼を言いたかったな。忙しい人で、あの後すぐに俺たちに任せて立っちゃったって言ってたね。一体何してる人なんだろう。わからないね。でもどこかでまた会えたらいいな。あ、だけどまずは一刻も早く王都セールンドに向かおう。オーデンセに災害があったことを王様に伝えなきゃ。それじゃあ、行こうか。よう、お前ら出発か。はい、本当にお世話になりました。セールンドに行くんだよな。道は教えたよな。近くの山道を抜ければ見えてくるんですよね。ああ、そうだ。だが気をつけろよ。この付近には魔物が出るからな。え、まさかすごく危険な道ってことですか。それじゃいろいろと対策していかないと。どんな攻撃特性を持ってるかわからない。まずは解毒薬の準備をして、それと麻痺対策に睡眠対策、石化灯。おい、心配しすぎだ。魔物は多少出るが小物ばかりだよ。それだったら大丈夫。いくつこう見えても漁師の仕事で鍛えててたくましいんですよ。そうだけど、なんでミリーナがそんなに楽しそうに言うんだよ。え？お前漁師だったのか。魔鏡をつけてるから鏡しかと。まあちょっといろいろありまして、これは両親の形見だから持ってるだけなんです。俺には鏡師の才能はなくて。何にせよ海仕事で体力があるなら十分いけるだろうさ。こいつを持っていきな。これはちょっとした旅道具を入れてやる。これもマークさんが渡してやれって。本当に何から何までありがとうございます。セールンドに行ったら絶対に王様に会うんだぜ。今は王様が一番信じられる人なんだ。わかりました。それじゃあ。